まあ、だからこうやって一歩離れて冷静に見てしまうと、今日の宇多見選手のように、はい、プロレスラーはこんなことやってるのかと。いや本当にね、あの首里選手がここに座った時はうわー面白いって言っちゃうぐらいなんです。で宇多見選手もこうやってこの立場から見ると不安になっちゃう、ね、それだけ魅力のあるこのリングなんですよね。何かしら誰かしらクレイジーな部分を持っているプロレスにおいても、この上谷のクレイジー、おっと今すぐにナツボイが動きました。すぐに察知した上谷もエプロンに何とか着地しましたが、これ宇多見選手今自爆したら危なかったですね。いや危なかったですね、これもよく見ている危ない。エプロンでのスープレックス、宇多見選手やっぱエプロンの攻防はよく見られますが、はい、もう一番食らいたくないエリアじゃないですよ。いやそうですね、そこにジャーマンは神谷大丈夫、宇多見選手は過去にあそこにパワーボムとかもらったりしてましたもんね。そうですね、いやそんなことする場所じゃないから。そして追撃の夏っぽい場外からプライドが一番、小さい体全身を使い、そして高さ加速を使い、マックスのダメージを神谷に食らわしていきました。ここは完全にナツボイの時間帯ですね。体の小ささを使って細かい攻撃ですよね。あと瞬間のインパクトで、頭部ダメージを負わせてますよね。打たせない、ちょっと強引ではありましたが、ナツボイの流れを断ち切りました神谷沙耶。だがここで押し切られるとまた夏ポイの流れになる。ここは譲れない攻防になりそうです。おこれ、ね、やっぱりこのコーナーでの攻防っていうのは 動きも制限されますしね。だって足場なんかだってロープの人しかないじゃないですか。こういう中では何をどういう一手を出すかによって次の展開が変わってきてしまいますよね。先にコーナーに登ったのはナツポイでしたが、このトップコーナーの攻防をどうやら制するのは神谷沙耶の方だ。わ足クラッチしてますよ。おーおー、フィッシャーマンズ狙いましたか。危ないですね、これはナツポイ打たせませんでしたが、今度はナツポイだ、今度はナツポイだ、何だなん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 だ、うわ背骨にピンポイント。まあ、わりかしリングの内側にいる選手の方がロープが2本ありますから足場ありますけれども、あのナツポイコーナーの鉄骨一本だからよく飛びましたね。飛びました、さすがですよ。バックルのとこからもともとベースにバトントワリングの身体能力がありますので、そうですね、もう測定測中、猫のようなしなやかさを見せた上谷、すごい。フットスタンプ、絶妙なバランスでナツボイのこれ腹部溝落ち取られてるんじゃないですか。あれをできてしまう上谷が、本当に恐ろしい、恐ろしい。これもすごい、今頭部全体重をかけたプート、まああの全体重かけたあの足の裏がそのまま体を全部持っていくとです。プランチャスイシーだ、首にも相当散ってダメージありますし、その後飛ばれたら厳しいですよ、ナスボーイ。あー今ね多分ねプランチャが顔面から来て後頭部打ちましたね。そうですね。お顔面に蹴りを加えて、カウント進んでますよ、14。ちょっと耳入ってますかね、カウント。いやちょっとお互い必死のエルボーが入ってますね。16ですよ、16、17、
手やっぱりあの熱くなっちゃうんですかね。いやまあそうですね、一回やっちゃうと熱くなりますけど、まあお互いちゃんと時間聞こえててよかったですね。こういうの本当気をつけなきゃいけないですね。そうですね、今夜もやっぱりあの客観的に宇多美選手見てるとおいおいって思いますよね。いや思いますね、早く早くって今、はい、焦っちゃいました。なんで早く入んないんだよって。はい、いやちょっとこれ待ってください、スイッチ入ってますね。ちょっと変なますね、今まで入れたことのないスイッチ入っちゃってるんじゃないですか。そうですね、ただこのスイッチオンに入れた先の引き出しですよ、ここからは両者。こうなってくるとその宇多美選手が指摘していた上谷のクレイジーな部分というものがまた姿を現してくるのか。そうですね、もう表情もだいぶ変わってきたのでこれからまだまだ出てきそうですね。なんかやられればやられるほどその狂気性が増してくると言いますか。そうですね、上谷はやられると人が変わっちゃいますね。人が変わりますか。普段はねどこにそんな要素があるんだろうと思うような。いやそうですね、全くの別人ですね。別、やはりすごいですね、おじさん別人だそうですよ。いやだから何かこう、まあ、あの岩谷しかりそうですけど何かちょっとあのダメージを重ねたりしてぶっ飛んだ先に本来、うん、今危なかった。危ない、鼻柱ですね、危ないですね、しかも大江さん顎のセンター、今すごい顔面持ってきましたよ。下から突き上げるアッパー、株の先割り、動きますね、あれだと何ね、動きが止まらないですね。ここがチャンピオン、最強のチャレンジャー、最強のチャンピオンの証ですね。ミサイルキック、あいったいわゆる回転系の打撃、打ち合ってカウント2。小林さん、あの顎の先端とかに入っちゃったら終わりですもんね。もちろんそうですよ、もう脳に直接ダメージが加わりますから手も足も動かなくなります。カウント2。さあここに来てチャンピオン上谷せや、一つモードが上がったか。結構大きなダメージを負っていたように見えましたが、上谷がこれチャンピオンが徐々に復活しつつありますね。そうですね、あ足首取ってます。うわ、足にすがりつく夏っぽいよ。クリア、すごい、たまに見せますけどね、張り手を超えて小手なんですよね、もうストレート小手です、ね、そうですね、あれを創生早いですね。あれをもらってもナスポイは止まらない。えぐ、ものすごい角度、さらに追い打ちのナスポイのジャーマンスープレックスホールド、カウント2。今度はナスポイのスイッチがボルテージ上がってきましたよ。いやー宇多美選手今の危ないですよね。いや結構な角度でしたよね、これ正直危ないですよね。いや神谷ちょっとやばいですねこれ。さあトドメを差しに来るフェアリアリフト、ガッチリ押さえ込んで、ドーギリ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 宇多美選手これ神谷まずいことになってきましたね。ちょっとだいぶ攻められてます ね、 ねで、大江さん、ナツポイントってもうこれ千載一遇のチャンス。いやもうここはものにしなきゃいけないと、もうここはこのまま行ってほしいですね。完全にチャレンジャーナツポイのターンとなっています。さあ決めるか、フェアリーストレインの体勢、そこはさせないか、打てない、打てない、ならば、なんだ、おローリングマキストラル、だが上谷が捕まえて打たせない、サムソンクラッチ、さらに1回転上になる上谷さや、潰された、潰された、ナッチボール、それを持ち上げてフォールに行った、カウント2。いや大江さん、ハイスピードのような攻防から一気にパワーファイト、ただもう足の付け根ごと持たれて、
後ろに投げられると後頭部をねどうしても強打しちゃうんですよね。あれは危ないですよね。ナナツポイちょっと頭かなり打ってるじゃないですか。ちょっと頭部のダメージ心配ですよね。そうですね、あのさっきからずっと頭部のダメージ重ねてますから、この先に上谷が何持ってくるかで勝敗の行方変わってきますよ。先に立ち上がる上谷さん、ダメージが濃いナツボイ、ちょっと自分の力では立ち上がれないまで追い込まれている。決めに来る決めに来る、得意のスタープラッシャー打てない。なんだ上待って、あっこれかー、これやばい、おー通過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 、ロックに回る、ナイスプレッシャーマン。もうこれナッツボイの投げパスの投げ方ですよね、急角度なんですよね。あの下からスルッと抜けていくような ね、独特な投げっぱなしですよ。ついに動きが止まった、ついに動きが止まった。そしてリストを掴んでフェアリストに行けない。今度は上谷がクロスアーム、何をする何をする、クロスアームから、なんだなんだ、そのまま上に追いかぶさって、カウント2。今大江さん、ちょっとクロスアームのパワーボムとかパイルドライバーっぽくなりましたね。ただあのあそこにあそこでその対戦になったからやったような、その場でのあのしのぎでしたよね。今の動きってのはおそらくナツっぽい考えてなかった、想定してなかった、ね、もちろんそうですね、想定してない技というのが続くとダメージは深刻になってきますよ。スタークラッシャー、ついにスタークラッシャーが決まりました。あー、ナツポイ動き止まりましたよ。いけ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 、これが決まればそして悔し涙を流した上谷沙耶が今プロレスラー、そしてチャンピオン上谷沙耶としてチャンピオンとして喜びの瞬間を迎えることになりました。いやー、大江さんいかがでしたか、はい、あのね、ここのところのフィニッシュのフェニックス、本当に的確に本当に全体重が乗っかって素晴らしいフォームなんですよね。完成度高くなりましたね。完全なる必殺技、フィニッシュ技ですね。